右ドッグレッグ。太平洋は平らですね、今んとこ。これはインアウインコースですか。インコースからアウトが少しアップダウンあるんですよね。そうです。来ましたね、はい、よいしょ。もうね、多分捕まんないんだよね、こうこんな感じ。もうどっから探しても見えない。ラフに入ったらこんな感じです、カメラが。その8ヤード、どこにボールがあるか見えません、こっから。 100?108、はい、でもいけるでしょ。そうそうそう、スポッて抜けるグラスバンカー。46でよかったアプローチ、グリーン大きいです。これスライスですか、うん、わー、結構転がった。そんな転がるんだ。さあ返しは大事です。次のホールにつながる返しのパット。入った。おいや、打つまで思ったとこ打ってるかもわかんないし、どこ打ってるかも。今日パター調子いいんじゃないですか。悪くない。え、たまたま悪くない。たまたまですか。うん、ビビりながらやってる、うん、それがいいんですかね。ホールインワンショーがあります。バリ島、はい、すごい。お、バリ島旅行専門店、往復ペア航空券、ホールインワン保険入ってますか。入ってません。タイ人打ち込みちゃう時あるんですか。そう、それとかクラブ壊したりとか、やっぱ相手の人に迷惑が結構あるから、ゴルフって。だからゴルファー保険はね、1万いくらぐらいで入れるんで。3000円とか3000円とかもあるよ。入っといた方がいいと思いますよ。入ってんの。入ってます。これやるじゃん。ぴったりキャディーさん。145、ありがとうございます。7番アイアンで思いっきり。なんか反り腰にならない練習してる。なってるよ。多少はいいんだって。多少は、多少はいいけど、そのくらいがいいよ。そのくらい。うまそう。乗ったか。手前か。手前。ここは結構奥なんで、ピンは転がって。うまい。うまい。ナイスです。バンカーショットが最近苦手のようです。私出るのでしょうか。お、うまい。ナイスアウト。18番ホールにやってきました。建物が綺麗です。下がります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 。じゃじゃん。ティーショットお願いします。
右サイドのようです。鬼ラフです。果たしてこのラフにパワーで打ち勝つことができるのか。こんくらい見た方がいいか。もうスライス打つイメージを抜くために。そう抜けました抜けました。抜けました。クラブがスポッと抜けました。そっからもうやっぱスライス気分よ。じゃないとクラブ抜けないからインから入ったら。すげえ池もいてる。このくらいね。はい。右肩出さないで。ラフにやられております。しょうがないです。35ヤードぐらいのアプローチです。弱い。お、乗りました。メソンです。ピンに近めです。優しい。届かず。はい、お疲れ様です。なんとか40代じゃないですか。50代と思う。練習場があります。アプローチの練習ができるところを見るといいですね。関東はあんまないんですよね、こういうのね。バンカーもあるって言ってた。あ、バンカーあそこにある。いい。今日のグリーンのコンディションは 8.8 フィート。もうちょっとでも気持ち的には遅いかな。 8.5 ぐらいですかね。まあ大雨降った後なんで。前半お疲れ様です。昼ご飯は何ですか。夜ご飯はうどんにしました。私はとんかつ膳、ご飯なしです。うまそう。このすり鉢ついてきた。太平洋でとんかつってすり鉢ついたの初めてじゃないか。はい、午後の意気込みはどうですか。ラフを攻略しますか。いや、なんかフェアウェイが狭い、広いんだけど、うん、フェアウェイの部分がラフが伸びてすごい狭くなってて、全部ちょっと入ったら打てないので、常にここに置けるようにしたいですね。フェアウェイ狙い。フェアウェイに置けないと打てないです。でランナー出ないんで、今日下が柔らかい分ラフとラフに入れないのと距離感、距離感、ドライバーが飛ばないから転がってくれない。でもそこをね、ただ疲れてる、体がすごく。新幹線乗ってるのもあって、後半もちょっとね、そこを求めてるなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。